というわけでやってまいりました。これねマット、実はね、前ね、マットの紹介をした会社から、これ作っていただきましてありがとうございます。今日はねちょっと車をね今から洗車に行こうと思ってるんですけども、手袋ももらいました。こんなねこれなんか韓国語なんですけど、車のね洗車に使えるということでね、今から行ってみようと思います。これちょっと玄関に引こうかな。車に引くのねなんかもったいないんでね、ちなみにちょっと一回引いてみましょうか。なんかねこんな感じです。ただのね黒い、マットなんですけど、この下にね前送ってもらったこのフィット専用なんですよね。これぴったりの、これゴムマットですね。ほらこれもうぴったりなんですよ。結構ね砂がね溜まってきてるんで、ほらちょっとゴミをこうやったらほら砂がね、簡単に取れるということで、これ結構重宝してます。この上にもらったシート、これちょっと無理くり感ありますよね。ちょっと合わないんで、家で使おうと思います。いやこれね結構おすすめです。ほんとぴったりはまってますよね。これ PDF とか写真とかもね、プリントできるみたいで、私はねイラストレーターのデータを送って、作ってもらいました。ほらこんなカーペットにね最近は簡単に印刷できるみたいですね。でこれねさっきのねこれねもう韓国語でね読めないんですけど、多分ねこれ見る限りねなんか暑いねお鍋も持てるし、犬のシャンプー、カーワックス、車洗う時とかね、まあいろいろ用途が使えるみたいですね。ちょっと出してみましょう。パッと見ただのねゴム手袋なんですけど、すごい柔らかいですよ。ほんでほら見てこれこれすごないこれ、ふんにゃふんにゃ、なんかもうジンマシンですよ気持ち悪い。でもすごいねすごい柔らかいんですよ、これ硬くないんですよ。うわぁ気持ち悪い。今から洗車の方行ってみようと思います。今セルフ洗車に来ました。まあね私いつもね簡単にしか洗車しないんで機械任せということで、なんかね、いろいろコースが選べます。ポリマーコート1500円、撥水コート1000円、シャンプーワックス700円。まあ、簡単に済ましたいんでとりあえずこのシャンプー1往復やってみようと思います。こういうのね、畳んどきます。特にね特徴のある、洗車機じゃなさそうですけど、カーウォッシュ、こういうね布の柔らかそうな、ブラシがついてますね。はい、500円投入。いらっしゃいませ。窓を閉め、アンテナ、ドアミラーを畳んでください。はい、ポチ。レシートいる、スタート押す。お、早くしましょう。よいしょ。ふう。エンジンは切ります。はい、始まりました。いや、なんか怖いっすよ。わー、結構ね水量が多いような気がしますね。なんか安いとこ行ったらこの水量が少ないような気もするんですよ。側面現れております。まあ一往復ということでね、まあそんなに念入りには洗ってはもらえないんですけども、まあなんか水量も多くて良さそうな予感。こんなブラシです。やばいやばい、窓閉めましょう。怖い怖い怖い。もうね、結構な風圧。あ、こいつなのか。大きいね、なんか掃除機の逆みたいな、これ吹き出すなんかノズルが、上からやってきましたね。これで500円か。どれぐらい綺麗になってるんでしょうね。まあまあ結構、まあ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 な、汚れの落ち具合ですね。
まあ、やっぱり完璧にはね、機械では落ちないんですけど、まあ、どうせねすぐ汚れますんでね、まあ、窓だけキュッキュッと拭きます。あ、ちなみにこれねワイパー撥水剤がね塗布されてるワイパーということでね、本当にね本当にいいんですよこれおすすめです。また動画あげます。ついでにね、中もキレイキレイと、ドア周りがね結構やっぱ使用するんで汚れちゃいますね。あ、これすごいんですよ。これちょっとゴミ箱の中入ってましたけど、これね、ほら見てください。これ肝臓みたいな形してるんですけど、この曲線にね合わせてピタッとね入るゴミ箱、これヤック株式会社やったかな。これまたリンク貼っときますね。じゃあまあこれうにょうにょ手袋、こんな、うわ気持ち悪い、うわあ全然痛くない。ちょっとホイールだけね磨いていきます。水を濡らして磨きましょう。あ、おお、ブラシ代わり、指がね入るんでこういうホイールとかね洗うとき抜群にいいですねこれ。あ、これ裏まで洗える。これとりあえず手の入るとこはね全部これで磨けるなという感じですね。ノンタイムブラック、これねもう放置状態でいいらしいです。もうだいぶ綺麗になりましたね。あ、疲れた。でもはい、いかがでしたかね、車の便利グッズということで、こちらのね商品は下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてみてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで車の便利グッズでした。じゃあね、バーイ。